全国から集まった一流の花火師たちが技を競い合う袋井遠州の花火が昨夜袋井市で4年ぶりに開催されました。コロナ禍の影響で4年ぶりの開催となった袋井遠州の花火、今回は県内外から待ちに待ったおよそ40万人の観客が訪れ会場を埋め尽くしました。プログラムは迫力満点のスターマインや音楽に合わせて打ち上がる花火など1時間半の間無数の大輪の花が夏の夜空を彩りました。訪れた観客は間近で展開される一流の技が凝縮された花火を見つめていました。